の太陽タケロテッカマン闇にうごめくワルダスター砕いて星屑宇宙の果てにひらめく銀河に父の名呼べばやるぞペガス適正だ宇宙の騎士宇宙の騎士テッカマンやるぞペガス適正だ宇宙の騎士宇宙の騎士テッカマンワルダスターは地球へ地球へとその魔死を広げて徐々に都市を破壊する作戦に出てきた。地球にとって頼みとなるのは今やスペースナイツの活躍のみとなった。言い換えればスペースナイツの存在こそ宇宙人最大の敵と化したのである。彼らは何とかしてテッカマンとアンドローを倒したかった。そしてその方法は今度こそテッカマンをあっと言わせて必ず倒してやるぞ。クラブデスカスを出動させろ。はは。綺麗だ。三王星はあの天の川の向こうか。アンドロの車から発せられたスクランブルだ。アンドロに何か起きたんでしょうか。発信場所はキャッチできた。行ってみよう。連れてまいりました。おお、来た来た。アンドロ君、一つ話し合おうじゃないか。ランボス、お前なんかと話し合うことは何にもないぜ。お前は俺たち仲間の仇だからな。そう、その仲間の件だがね、三王星はついに我々の手に落ちたよ。でたらめを言うな。その気持ちはわかるがね、三王星は氷河期に入ってしまった。そのために星人たちはワルダスターの捕虜になっているよ。お前はその手で前に俺を騙したっけな。同じ手が二度と通用すると思ってるのか。あ、そうそう、そんなこともあったっけな。わしも素直に信じてくれるとは思ってないよ。どうかね、君のその目で確かめてみては。君も三の星へ帰りたいだろう。このクラブディスカスでわしが送ってあげよう。こいつら何を企んでやる。しかし三の星には帰りたいし、よし乗ってみるか。
さあどうするね。よし連れてってくれロンボス。あそう来なくちゃ。思った通り聞き分けのいい子だ。これを見たまえ。リープ広報装置だ。知ってるよ。これと同じ装置を俺たちが手に入れた。無駄なことをしよって。我々のリープ広報装置はアマチの頭では分かりゃせんよ。さあ三の星ひとっ飛びだ。アンドロー君座りたまえ。多少ショックがある。三の星に着いたようだな。これが三の星、俺のふるさとか。君が地球でまごまごしてる間に三の星は氷河期を迎えてしまったのだよ。こんなものを俺たちの星に。驚いているようだが、驚くのはこれからだよ。あ、あれなんだ。これは一体何をしてるんだ。下を見てみ。あれは。ランボス、俺の仲間たちをどうするつもりだ。いや待て待て、早まるな。アンドロー君、誤解されては困る。むしろ我々は海底をボーリングし、マントルの熱で流氷を溶かし、あったかい三の星に戻す計画を持ってるのだ。で、俺に何をやらせようって言うんだ。さすがアンドロー君、飲み込みが早いな。つまりテッカマンを倒すことだよ。なんだとてめえ。くずいじ、嫌ならお前たちの同胞は皆殺しだ。なんでいねえ。アンドローが行方不明になった地点に駆けつけたアマチ局長とジョージたちは、その場所に得体の知れぬタイヤの跡を発見した。天地局長はそのタイヤの跡から、それが地球上で使われているゴムやプラスチック類とは違うことに気づいていた。アンドローを狙ったのはワルダスターだ。やっぱり。みんな大丈夫か。ええ、しかし局長、今の地震は。こちらアマチだが、今の地震の震源地、原因は分かるかね。ただいま研究員を総動員してデータを集計しているところですが、まもなく結果が出ます。ただとはどういう意味だ。今の地震は各国で同時に起きているんです。何。局長、こんなことは初めてです。すぐ宇宙センターに戻ってください。わかった。ジョージ君、ヒロミ、私は宇宙センターに戻る。君たちはアンドロの行方を探してくれたまえ。ラスト。ラスト。
局長、結果が出ました。おかしい、こんな不自然な。やはりワルダスターの仕業でしょうか。わからん。しかし地球の事態は前よりも増して悪化していることは事実。公害の影響だけではない。地球に何か起ころうとしている。それがわからん。この調子だと地球はあと半年も持たん。何か手がかりはあった？海底に何か巨大なカニが張ったような跡がある。カニが？ああ、おそらくワルダスターの乗り物だ。アンドロー、どこへ連れて行かれたんだろう。ワルダスターのことだ。手っ取り早く処刑をしたか。そんな、アンドローが殺されるなんて。ムッタ、大丈夫よ。アンドローがそう簡単にやられるわけがないわ。クソ、そのカニ型の足跡も途中で消えている。アンドロー、どこへ行っちまったんだ。アンドロー、アンドロー。いつもあんなに喧嘩ばかりしてるのに。やっぱり心配なのね。スペースナイツ、水星宇宙ステーション S3 号がワルダスターの攻撃を受けた。直ちに出動せよ。ジョージさん。水星だ。宇宙ステーションの残骸だ。あれは宇宙ステーションから脱出した人たちだ。ブルーアース号、エンジン停止。カタパルトオープン。助けるんだ。ラサ。俺たちの目の前で。右35度、敵機発見。何？あいつだ。あいつが救命ボートを攻撃したんだ。ジョージさん、カニ型宇宙船よ。あの海底で消えた足跡はあいつだったのか。アンドロをさらった乗り物だ。ヒロミ、ブルーアース号を頼むぞ。え、ペガス、敵セット。燃えろ太陽、かけろテッカマン。気をつけろ、ただの泡じゃない。ペガス、テクセッカ、宇宙の騎士、宇宙の騎士、テッカマン。やるぞペガス、テクセッカ、宇宙の騎士、宇宙の騎士、テッカマン。ランボス、宇宙の騎士テッカマン見参。よく来たテッカマン。待て。
アンドロ、ジョージ、なぜお前が。言い訳はしねえよ。ただただこうするより他仕方がなかったんだ。アンドロ、スゴとペガスがテッカマンを追っているぞ。よし、アーバクダンでやっつける。よし、何をする。いいな、俺が約束したのはテッカマンを倒すことだけだぞ。しかし、奴らがテッカマンを助けたら。お前らそれでも科学を誇る宇宙人か。テッカマンは太陽に向かって飛ばされているんだ。そこに見える彗星でさえ、昼間は430度、夜はマイナス160度、地球人に耐えられるところじゃない。ペガスやブルーアース号がテッカマンに追いつく頃はみんな溶けてなくなってしまうんだ。さあ、この宇宙船を三能星に戻せ。分かったか。はあ、はい。アンドロー君、よくやってくれた。ワルダスターを代表してこの団地をランボスが礼を言う。さあ約束だ、三能星人たちに自由を与えてやってくれ。分かっておる分かっておる、すぐに解き放してやるから、その目で確かめたまえ。これはアンドロー君、この知恵比べはわしが勝ったね。そう、彼らは三能星人ではない。わしの可愛い部下、宇宙忍者だ。もう一つ、ここは君の星三能星ではないぞ。地球の北極だ。なんだと?いやー、君を騙すのに冷や汗をかいたよ。苦労したよ。何しろ氷の中にハリボテの建物や町まで埋め込んで、三能星に似せようとしたんだからな。そう、この壁はどんなに小さな粒子でも通しはしない。君を得意のテレポートはできないのだよ。これから君をテッカマンの眠る太陽に送り届けてやる。溶けて死ぬがよい。ボーリングがマントルに届くまでにあとどのくらいかかる。は、地球時間にして30分です。よろしい。ではその時刻、我々は要塞空母に引き上げる。同時にあの宇宙船を太陽に向けて放出せよ。はは。なんだ。ボーリングがマントルに近づいた衝撃かと思います。ああ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 あ。そのわけが知りてえか、ランボス。えめえ、お前の悪知恵には俺も一度懲りてんでな。鉄火マンを包んだ泡はな、すぐ溶けるように細工しておいたんだ。そしてあのカニ宇宙船からブルーアース号に電波を出し続けたってわけよ。おかしな問題な、ランボス。疑り深いお前が俺を信用したとはな。ねえ、だが得意になるのはまだ早い。スペースナイツ、聞こえぬのか、あの音が。まもなくあのボーリングはマントルに到達し、その穴から吹き出すマグマが、熱が北極の氷を全て溶かす。何？溶けた氷は大津波となって地球の都市を海の底に沈めるのだ。いやあ、さらばスペースナイト。待て！ジョージ、ここは俺に任せて早くボーリングを止めろ。分かったな。よし、分かった。
ッカマンのタイムリミットだ。早くテックセンタールームへ。俺に構うな、ペガス。それより早くボーリングを止めるのだ。急げ、ペガス。地球を救うのだ。任せておけ、ヌシラム。何のこれしき。ヌスプリー。俺はな、事件は済んだぜ、アンドロ。いや、俺は帰ろう。ヒロミやムータンがブルーアス号で待っている。ランボスは逃がしたが、なに、いつか必ず息の根を止めてやるさ。ジョージはアンドローの言い訳を聞こうとはしなかった。聞かなくてもよく分かっていた。地球人と三能星人との違いはあっても、ジョージもアンドローも同じスペースナイツの一員である。ブルーアス号、進路を宇宙開発センターに取れ。ナーサー、宇宙開発センターに戻ります。ワルダスターの野望を砕け、スペースナイツ。戦え、宇宙の騎士テッカマン。ワルダスターの姿なき宇宙怪獣シャングリラーの吸収により、宇宙開発センターは全滅。シャングリラーを追い求めて宇宙に飛んだスペースナイツはそのことを知り愕然とする。ジョージはテッカマンとなってシャングリラーに怒りのボルテッカを連発するが、力尽きて死んだように宇宙を漂う。そのテッカマンを救わんとしたペガスも機能を破壊されてしまう。全てを失ったスペースナイツの運命は果たしてどうなるのか。次回、宇宙の騎士テッカマン、ボルテッカ三段返しにテクセター。花も雪も風もない、涙も頬に流れない、冷たく悲しい宇宙の戦いだ。だけど心は燃えている。